よいしょ。え？凍ってる。すげえこれ。何これどうしちゃったの？はい、明けましておめでとうございます。2022年今から初詣に行ってきます。これつけてます。行ってきます。ここは栃木県真岡市大崎神社。平成30年に国の重要文化財に指定されました。いい匂いがする。日本一の大きさを誇る恵比寿様が建造されています。長寿者で身を清めます。熊でな、かっこめはっこめどういう意味？かっこめはっこめってどういう意味？かっこめはっこめ年の運勢。小吉願望、絶好調の時、攻めの気持ちが大切。仕事、平凡な意見よりもたまには大胆な発言を行う。旅行、友人との旅は絆が深まり運気もある。周囲の人を生かすことで自分も成長していく。一歩退いて冷静に状況を見極めること。破らないよ。なんでこっち短くなっちゃうの？やばいよ。ゆちゃん、あれくん、なんだっけ、お守り。はい。ラムニュー、ラム。決まった。ご飯屋さん来ちゃった。水分も夜になっちまったよ。ウィー。よかったよ、夜になった。ねえよ。あと。OK。私はそれにしようと思って。美味しそうだね。なんだっけ。香り巻きたけ味しめじゃん。味はしめじの方が美味しいらしい。ハンバーグ美味しいわ、この黒い貝何の貝だろう。いいの、やったー。いざあ、やけどした。大丈夫？涙出た。美味しい。はい、ということで無事初詣終わりました。それでは。